それでいくと僕の場合は、うん、はい、メロディーですね。いかに乗せるか。やっぱ乗れるかどうかで、やっぱ乗れないものには効かないと思うので、10人を一つの曲にするっていうのはもう、もう職人芸だったんですよ。ポージングいいっすね。なんかそうやって今喋ってる感じもいいですね。ちょっと笑顔めのカップ欲しいので、はい、はい、ちょっと見ようと思っていただいて、はい。やっぱりちょっとびっくりはしないですけど、びっくりしなかった。はい、やっぱりそういうことが起きる事務所じゃないですか。だから一時びっくりしてたらもう精神に持ってかれるので、ただやっぱ僕は10人のギャンパレ結構好きだったので、やっとこう10人のグループをこう曲作るっていうのはなかなか難しいので、はい、声もバラバラで、やっぱ僕のやり方としては初期ビスからそうですけど、基本的に全員のキャラクターを一人ずつ歌わせてやっていくっていうシステムじゃないですか。だからその10人を一つの曲にするっていうのはもう自分で言うのもなんですけど、もう職人芸だったんですよ。なんでやっとこう何年もかけて配置が決まってきて、あの見えてきたところだったんで、ああここで分裂かという、そういうびっくりはありましたね。Go to the Bets の方がやっぱり歌が出せるメンツが揃ったなと、で上達してきているので、ちょっとその10人の中でも歌で戦える5人なのかなと思ったので、こっちはもう声と歌をガクンとやっていこうかなと。だからかえってこうギャンパレの時の方が EDM でこうダンスビートで乗せてなんぼみたいなとこがあったんですけど、まあそこは引き継ぎつつで、逆にパラダイセーズはその部分をそぎ取って、ただ例えばギャンパレ時代も、まあ、バラーディーな曲だったりとか結構あって、でもギャンパレっていうとね、どうしてもこうグイグイいくダンスビートのが推しだったので、その歌物というかライトな層をパラダイセーズの方に綺麗に分けたっていう感覚ですね。パラダイセーズは月ちゃんをメインで、こっちはまあ4人しかいないので、この人数って結構大事で、曲の長さって大体4分で一緒じゃないですか。4分を4人で回すのと5人で回すのと10人で回すのって結構違うんですよ。って言った時に、しかもきらめい、まあ、なるはもまだ歌の経験が少ないの で寺島もジャンパレの中ではメインを張るような子ではなかったので、やっぱ今回月野と寺島で引っ張っていかないとっていう最初にがありましたよね。もうやっぱ2人いないと1つのサビが成立しないのでって考えると、やっぱ月野と寺島、まあこれはでも2人に言ったような気がします。もう2人ちょっとのお前たちがやんなきゃよっていうところで引っ張ってくれと。まず今回すごく主力に置いてみたのが、実はユイガ・ドクソンなんですね。今まで10人の時はあんまり主役に置くような声質ではないなと思ってたんですけど、この5人でこう考えた時にもう一回やっぱり考え直したんですよ。この子たちの声質、声は基本的に一緒なわけで、まあ、上手くはなってるでしょうけど、でもやっぱりメンバーが変わるとバランスって変わるので、ギャンパレの時はココとか、まあ、ミキとかを一番こう主力というかサビでドーンと出てくるところに持ってこようとかっていう意識は、まあ、なんとなくはあったんですけど、今回はドクソンをやっぱり主軸に置くことによって、他の4人が全部飛び道具に使えるっていう配置なので、ドクソン対マイカ、ドクソン対イワ、ドクソン対ミキ、ドクソン対ココっていう感覚を少し考えましたね。ドクソン置くことによってみんなのいい部分が出せるようになったんで、まあ、その部分を押し出して録音したりエディットしたりっていうのは考えましたけどね。今回はそのサウンドに関しては、だから初めて消し去った感覚はありますね。
意識しなかったですね、そう言われると、うん、それがそのまろやかだったりっていうことだと思います。なかったですね。逆にこう新たなケースな感じがしてて、その二分割してそれぞれが前からのファンの方もいるし、だから今までのイメージもあって、今までのイメージをひっくり返すのは簡単なんですよ、サウンドのイメージとかって。ただ残しつつ新たなファン層を聞いてくれる方々にまあ方向を増やすっていう感覚だったので、クリエイターとしてはチャンスなのに、なんかすげえマニアックになってきてるのがちょっと残念かなと思いますね。なんか、サウンドがやっぱこうニッチになっていってるというか、僕は最初の頃はニッチに行ってたつもりなんですけど、アイドルなのにこんなロックやるよ、こんな音出すよってニッチに行ってたんですけど、もうしなくても聴いてもらえるチャンスが増えているので、やっぱり J-POP というか、僕はやっぱりサウンドはね尖ってますけど、やっぱメロディーとかはポップスであるべきだと常に思っているので、なんかアイドル界ももっとシンプルにいい歌というか、ちょっとマニアックにいい歌じゃなくて、そっちのものをみんな作れる人もいっぱいいていいのかなみたいな。やっぱ僕が尊敬するプロデューサーとかは中田ヤスタカさんにしてもそうだし、ヒャダインさんにしても秋元さんにしても、みんなやっぱり J-POP を作っている、つんくさんにしても。それでいくと僕の場合は、はい、メロディーですね。メロディーと、僕が曲で大事にしてるのは、いかに乗せるか。あのドラムがどうとかベースがどうとかっていう問題でもないような気がしてて、なんかこう会話とか、お笑いの感覚なんですよ、間合いみたいな感じ。だからどのビートでもいいんですよ。ただ一つのビートに対してどの感じでメロディーを置いてくるか、でその泣きのメロディーがいいって言ってくださるのはすごい嬉しいんですけど、僕は泣きのメロディーをするのはもうこのコードにこのメロディーを当てれば泣きのメロディーになるっていうのは作曲家全員知ってるんですよ。なるほど。で僕がこだわってるのはそれがどこに出てくるか、何小節目のここの音符でパンって使うかどうかを、その間ですね。一番やっぱり曲作るときに大事にしてるのがダンスミュージック。それはジャンル的な意味ではなくて、やっぱ乗れるかどうかで、みんなは歌詞とかメロディーとかダンスとかを見てたりっていう感覚だと思うんですけど、でも根本はやっぱ赤ちゃん生まれて確信に変わったんですけど、もう歌詞も分かってないし、メロディーとかも分かってないけど、乗れるかどうかで、やっぱ人間って根本的にまずこの曲を聴くかどうかって、やっぱ乗れないものには聴かないと思うので、こう乗るか、こう乗るか、こう乗るかは どれでもいいと思うんですけど、やっぱりその乗りやすい部分っていうのが必ずどのジャンルにでも、バラードでも、そういう、まあ、さっきも言った間みたいなものも含めて、メロディーも楽器の一つだとして、歌詞も楽器の一つだとして、ちゃんと盛り上がってきたところでいい歌詞、いい言葉が来るとか、いいメロディーが来てここで泣くみたいな、なんかそういう流れがすごく大事かな。だからどの曲聴いてもなんかかっこいいじゃんって聞こえるのかなと思って。